こんにちは、チョメです。2020年7月26日9時35分に動画は撮っております。腹張りで今回やっていきます。で、ちょっと腹張りで負けちゃいました。で、今回味方に威嚇も違います。ちょっとね、味方に威嚇持ちがない時に腹張りやったんですけど、最後ちょっとボロボロにやられちゃったんで、味方に威嚇持ちがいたらどんだけ楽なのかっていうのをちょっとやってみようと思っております。ウェーブタックルも、ね、結構食らってたんですよ。威嚇持ちがいない場合はまあまあみたいな感じになりましたね。これだったら味方に威嚇持ちがいるから2回はなんかシットボム入れれそうな感じはします。おお、しかもサーライトもいる。あくびか。めちゃめちゃなんか味方に恵まれまくってるから、これ負ける気がしないですね。もうアシットボム1回でも良さそうですけどね、1回やってから、まあ、どうせ途中でなしになっちゃうから。あとこのヘイラ社ね、天然なんですよ。で、私の方がどんどんいろいろ上がったりとかしてもあまり意味がないという。なんかまあ腹張りは全然自分の能力上げたりとかそういうのないから。アシットボム3回も打てるぞこれ。テラスタローチャージ奪われるのでちょっと痛いんですよ。これね、ちょっと相手がね、なんかテラス入りそうだから一回パラボラチャージ打って回復しときます。相手バリア張っちゃったら回復量が少なくなっちゃうね。私も雪なだれとかもしてくるんですよね。ラランテスの時雪なだれがめちゃめちゃね大変だった。だから草タイプのなんか対策もしてますね。で、ここは自分にかかってる悪い効果を打ち消したってあるから、まあ、最初だから1回でいいかもしれない。で、ここでもアシットボムをどんどん入れて、でメトロノームを出しておいて、で私は特攻と防御に振ってますね。いいね。で、途中上がるんですよね。そろそろ私テラスタルできるかな。おお、テラスタルチャージが奪われてたからね、4回やらないとダメだ。ポップって言ってる。サーナイトいなくても多分回復できてたと思いますよ。ちょっとサーナイトのやつで多分回復したと思うんですけどね。で、あと威嚇持ちがいるのがでかい、本当に。まあ、威嚇持ちいなくても途中までは全然余裕できるんですよ。相手の攻撃力が上がった時がやばいんですよね。まあまあ食らってますね。今ちょっと相手どのぐらいのステータスかちょっと見ておきましょうか。相手の攻撃力が上がる前にもう一段階ちょっと下げときたいんですよね。結構食らうな。急所に当たったら終わっちゃうな。反動によるダメージを受けた。こんな感じですね。攻撃が下がってる時にね、ちょっと打っときたいっていうのはあるけど、まあ、パラボラチャージで無難に回復しますか。真ん中さえ削れれば、なんだ、これですよ。呪いですよ。素早さが下がって攻撃が上がる、防御も上がる。まあ防御は上がっても関係ない。雪なだれは全然食らわんから。で、なんか前腹張りで負けた時に、ああ、味方とステータスで、これもう削りたいな。バリア破りたい。あと、パラボラチャージ連打しよう、もう。メトロノーム装備してるから、私。もうパラボラチャージ連打した方が早いかもしれない。オッケーオッケーオッケー。アシットボム使うより。いいですね。やっぱ、ケンタロスとか入れてると。味方ガチャですわ。威嚇持ちガチャ。これはね、しっかりしとかないと逆に時間がかかっちゃう。味方に威嚇持ちがいればもうこんな感じにめちゃめちゃ楽という感じですね。いや、もうここまで来たら勝てるでしょう。安定してるな、結構。あらわり。アシッドボムが仮にあんま入ってなくても、時間かければなんか余裕があるからね、いけると思う。何でもできる。ほらほら、ここなんですよ。3回攻撃ぐらいしてくるんだよね。なんかわかんないけど、こう一気にやられちゃうんですよ、こんな感じに。これ何なんだろう。あんまり削りすぎちゃダメとかなのかな。まあでも、もうバリア破ってるから大丈夫です。
バリアさえ破れればもうあとは大丈夫です。削ればいいだけだから。まあ、1回負けるの前提みたいな感じかな。攻撃は今同じぐらいです。まあ、パラボラチャージじゃなくてアシッドボムの方が良かったな今。まあ、パラボラチャージいくか。なんか今度はこっちがどんどん打てるようになった。なんだこれ。なんかそういうターンがあるの。あと1回負けても全然大丈夫。ほら、なんかこんな感じのターンになってる。私2回打てた、相手がこの2回とか。今のところ2回かな。3回打ってきましたからね、前の時。オッケーオッケー。まあ、こんな感じにね、勝つこともできます。いや、でもね、イカ持ちがいたら楽です。ハラバニの場合。だから今回、一番おすすめはハラバニかもしれませんね。味方にイカ持ちをちょっと厳選して、ちょっとやってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。ちょっと最後の報酬だけ見せておきますか。ハラバニは、特攻と防御になってますね。秘伝アマスパイスとかも落ちます。ヘイラッシャの使ってくる技とかも、ちょっとこの後ちょっとだけお見せしますか。ロード時間があるんですよね。ちょっとカットなしですぐ投稿しようと思ってるから、ここのロード時間はちょっとご了承してください。まあ、一応ハラバリも見せるか一応最後。ヘイラッシャーはねちょっと初戦の方で捕まえたんですけど、こんな感じに使ってくるんですよね。天然なんですよ。相手の能力の変化を無視して攻撃ができるなんですよね。ウェーブタックルと一丁上がりと地震と雪なだれで、私が今回使ったハラバリがこちら、特攻と防御に振ってて、もうパラボラチャージとアシッドボムですね、ほとんど。で、特性は電気に変えるです。ご視聴ありがとうございました。実況者はちまいでした。